信長は長政をほふった。そして信長包囲網を力ずくで崩壊させた。やがて包囲網の巨頭武田信玄も世を去る。信長はこの機を逃さず武田討伐に打って出た。信玄の後を継いだ武田勝頼は武田の威信を回復すべく長篠城へと攻め寄せた。信長は鉄砲を3000丁とともに長篠の地に着陣。戦国最強と言われた武田騎馬隊を迎え撃つ。信長の取ろうとしていた戦法はかつてなく斬新で、かつてなく強大で、そしてかつてなく凄惨なものだった。織田の将、長篠の戦い。戦なき地平見るために。有無は何を望む。ありゃりゃ、光秀来とるんか。確か陣触れに名前はなかったはずじゃが。そりゃ呼ばれぬ戦に来たくもなるさ。集めも集めたり3000丁の鉄砲。信長はむごい男よ。その鉄砲の疲労のため飢え苦しむ長篠城の味方に梅雨明けまで延兵なしだ。そうまでして鉄砲の力を見せつけることに天下に暴しく信長の世の真骨頂があるわけだ。その天下不武のお披露目の戦、なんであの男がじっと預けを我慢できようものか。お主はどうなのだ、サルモンカジャ。わしの忠義も光秀に負けやせん。ふん、愚図ばかりよな。自分の運命の面倒も見ようとせん愚図ばかりよ。鉄砲の欠点が玉込の間無防備。しかし鉄砲隊を3区に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんか。撃て。は、一番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。やらせません。我が望みは信長公の首ただ一つ。幸村、一人では危ない。私も加勢する。命に変えてもお守りします。阻まれたか。
されど我が闘志はまだ折れていない。この戦の目的は武田殲滅と長篠城救援、迫り来る騎馬隊ことごとく歩くれ。武田を震撼させ、長篠城の包囲を解け。雪村さえ無事なら、ここは一旦引こう。その子を見事と言われましょうか。ひるむな、武田騎馬隊は戦国最強だ。魔法策など蹴散らしてくれる。開門。最強、幻想を抱いて死ぬ。武田を地獄へ案内せよ。敵将、ここに滅した。長篠城の行為を突破したはよいが、また囲まれてしまうとは。なき太平の世を見るまで。そうだ、長篠城を攻めて敵を柵の外に釣り出すか。レオン開門。任せよ。いざ参る。長篠城の包囲を揺さぶる。光秀、情けは捨てよ、修羅と化せ。我が剣が心を切るためにあるのです。
ござる。明智についてオビガス山砦を制圧いたしました。追撃を食い止めます。敵将撃ち取った。
将にすん。そう、打ち取ったい。我が剣は心を切るためにあるのです。信長様、私の働きご覧になられましたか。関わる者はことごとく奴に運命を握られる。ただ我が輩は この戦、最も功ありし者は誰か。秀吉。はっ、ありがたき幸せ。勝家。お家康。はは。私は信長様を信じておりますか。小気味、こやつらは信長に挑み死んだが、自分の運命を守りきった。バカ、我が輩は決めた。我が輩は我が輩の運命を奪い返す。